クラシックの最後を飾るのは菊花賞。舞台は淀の芝 3000m。 三冠の中でも最も強い馬が勝つと言われています。このレースを制し世代最強の座につくのは果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠の成田大成、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ナイスシャワー、好スタートを切りました。リッチラガー、この馬も好スタートを切りました。メジロヒット、この辺りも前へ行きます。メジロヒット競りかけていきました。その外にリッチラガー、アインマリン、そのうちに続いています。好位置をキープしています。ミホノブルボン、その隣にユーキラブウェイ、すぐ後ろにベリアヘッド、白の帽子アイルトンシンボリ、その後ろ、その後ろからは石庭竜王、並んで9番アサカリジェント、その外に桜世界王、その隣にサイクルボイス。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過します。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方からカリスタフレイム、先手を取りました。すぐ後ろに成田大成、ナイスシャワー、そのうちに続いています。その隣にメジロヒット、好位置をキープしています。ミホノブルボ、すぐ後ろにリッジラガー、アインマリン、そのうちに続いています。並んで1番アイルトンシンボリ、ベリアヘッド、すぐ後ろ、内からは石庭竜王。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。1番人気のミホノブルボ、現在先端に取り付いています。もう一度先頭からカリスタフレイム、先手を取りました。ピンクの帽子、成田大成、その後ろ、ナイスシャワー、そのうちに続いています。並んで5番ユーキラブウェイ、好位置をキープしています。ミホノブルボ、その隣にメジロヒット、その横にリッジラガー、内からはアインマリン、その隣にアイルトンシンボリ、すぐ後ろにベリアヘッド、石庭竜王、そのうちに続いています。その隣にアサカリジェント、その横に桜世界王。京都競馬場3コーナー、坂を上りそして下っていきます。この辺りで先頭が変わりました。ユーキラブウェイ、2番手はミホノブルボン、絶好の手応えです。ミホノブルボン、これはいい位置につけています。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はミホノブルボン、4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭変わってミホノブルボン突き放しにかかります。2番手はライスシャワー、あと 200m、 ミホノブルボン先頭だ。ミホノブルボン力強い伸び足、後続はまだ後方です。2番手はライスシャワー、ミホノブルボン独走、ミホノブルボンぶっちぎりです。ミホノブルボン1着、2着はライスシャワー、ミホノブルボン三冠達成。見事クラシックロードを先頭で駆け抜けました。間違いなく競馬史に残る偉業です。